こそ。どんな用件で来たのかな？もし弟子入りに来たのなら大歓迎だ。でも一度にそんな多くは取れないから、まずは養子に。警察層はかわいそうで孤独なじいさんしかいないのか？そこのトンネルの聞こえてるぞ。はい、ごめんなさい。ルージー、私たちは聞きたいことがあってここに来たのです。そうか。いや、気づいておったよ。お前さん、月海底の用事で来たんだろ。七星がこのような老いぼれを気にかけるはずないからな。まったく、何が聞きたいんだ？ルージーは話が早い方ですね。私たちは永発商店東商の脱税の証拠を探しているのです。年始に東商がここで家具を注文したそうですが、領収書や記録等は残っていますか？永発商店との商売か。あれは大きな取引だったからな。忘れるはずがない。博来さんの言う通りですね。では証拠品として領収書をお借りできますか？もちろん問題ない。だが今はそれが難しい。え、どうかしたのか？ここ半軌道は作業と完成品を置く場所として使っておる。帳簿のようなものは全部西にある倉庫に置いてるんだ。だが最近厄介な奴らが倉庫を占領してしまってな、追い払うことができずにいる。証拠品が必要ならお前さんたちで倉庫へ取りに行って、ついでに奴らを懲らしめてやってくれないか？なるほど、状況は理解しました。では頼んだぞ。わしは仕事に戻る。倉庫を取り戻して証拠品を見つける。武闘派の出番だな。待ってください、あそこに怪しいものが。そこです。あれは、あの服、ファデュイだ。リーユエコーに対して何かよからぬことを企んでいるに違いありません。ルージーの倉庫を占領した悪い奴らもあいつらかもしれないな。魔人が港を襲った事件以降、リーユエでのファデュイの評価は下がりっぱなしです。ファデュイと何か小さないざこざがあっても外交に大きな影響はないでしょう。その上、私はあの者たちの悪意を感じ取りました。これは七星の秘書の直感です。それなら待つ必要はないな。やっつけに行こう。冷たくさ。疑似よ。全力攻撃だ。十分見たでしょう。あなたたちの計画を白状しなさい。計画？何の計画だ？さっきのはただのお仕置きです。まだ本気ではありません。ただもしあなたたちがリーユエにしようとしていることを隠し通そうとするのなら、私も本気を出さざるを得ません。本当に何もないんだ。何もないのなら、なぜファデュイの部下が突然警察層に現れたのです？そう聞かれると確かに不自然だが。だが？でもここにはラズベリーを取りに来ただけなんだ。ふむ、
あなたたちがそのようなつまらない言い訳をするとは思いませんでした。本当だ。気晴らしに朝から外出してただけだ。この付近に新鮮なラズベリーがあると聞いて、よく考えてくれ。俺は一人も仲間を連れてきていないし、警察層は老人しかいない。何を企むって言うんだ。かわいそうな目をしてるぞ。なら、反機動の倉庫が占領されたこととは関係ないのですか？反機動の倉庫？それどこにあるんだ？本当に俺はただラズベリーを取りに来ただけなんだ。つまりルージーの倉庫を占領したのはファデュイじゃないのか。私もこのものは本当のことを言っているような気がします。ああ、これはちょっと私の判断ミスです。申し訳ございません。先ほどの揉め事は私個人の判断です。何か意見があれば総務士に状況を報告してください。揉め事？この女、今の総務士は絶対に俺たちファデュイの味方をしないと知って。ええ、その通りです。無論再度武力で解決する選択肢もありますよ。オイラたちも参加するぞ。くそ、ここまでコケにされるなんて。どうするのです？ラズベリー狩りを続ける。かわいそうだけどすっきりしたな。お目汚し失礼しました。仕事から少し離れていたので勘が鈍っていたようです。大丈夫だ。ファデュイに痛い目を合わせたからな。ではルージーの倉庫に向かいましょう。証拠品を手に入れるのが最優先事項です。占領したのはヒルチャールたちだったんだな。悪い奴らをやっつけよう。メインを牽制。痛いから我慢しろよ。痛いから我慢しろよ。
椅子を注文してる。これじゃないみたいだ。これは王城堂の領収書だ。棺桶も作ってるんだな。これは英発商店の領収書。やっと見つけたぞ。この証拠品は持って謙信の宝に戻ろう。先輩、お帰りなさい。本当にご迷惑をおかけしました。後輩を助けただけです。気にしないで。はい、これが英発商店が半軌道に注文した時の領収書です。ありがとうございます。これがあれば。ええ、一緒に英発商店へ行ってオーナーとじっくりお話をしましょう。これは月海邸の謙信じゃないか。覚えてるぞ。もう言っただろう。取引の記録も納税書も全て問題ない。まだ仕事があるんだ。わけのわからないことで時間を無駄にしないでくれ。わけのわからない？東条さん、ずいぶん自信があるのですね。残念ですが、早めに認めることをお勧めします。あなたがお支払いする罰金に影響がありますので。そんなはずはない。俺はずっと真面目に商売をしてきた。何もやましいことはしていない。説明が足りなかったのでしょうか。東照さん、あなたが脱税している事実はもう明らかなのです。私たちはあなたの誠意を確かめに来ただけです。明らか？ありえない。だってありえないぞ。もう言い訳もできないみたいだ。関羽の威圧感ってすごいな。ほら、こいつに見せつけてやろうぜ。東照さん、これを。これは半軌道の領収書。俺はルージーメ、あれほど脱税の事実を認めるのか。この取引は納税書に記載されていなかった。はあ、これを見つけられるとは思わなかった。完璧に隠したはずなのに。確かに、博来さんの手助けがなければ私たちも見つけられませんでした。博来？万有商法のあいつが俺をチクりやがったのか。人のことを棚に上げやがって。あら、東照さん、その言葉の真意詳しく教えてくれませんか。後のことはもう大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。あとは自分で処理します。
ぱりカーン先輩はすごいですね。誰かを最も理解しているのはその人の敵。どうやってこのようなことを思いつくのです？しかもそれを実践までしてくれるなんて。あなたの父上、天数様から学んだ考えです。わ、私の父上？敵同士が互いに牽制し合うのを安全な場所から眺める、それが天王寺が何年も七星の座についていられる理由です。あなたは天王寺の娘ですから、自然と父上のやり方も受け入れられるはずだと思いました。だから父上のやり方を実演してみせたのです。そうなのですね。もしかしたら私は父上をよく理解していなかったのかもしれません。カーン先輩、本当にありがとうございます。とてもわかりやすい指導でした。カーンは仕事の問題だけじゃなく家族の問題も一緒に解決したみたいだな。こんなに助けてもらったんですから必ずお礼を。いえ、お礼なんて大げさです。大したことはしていません。ならせめて食事をご馳走させてください。旅人とパイモンも一緒にどうだ。君たちにも手間をかけた。もちろん、カウも行くよな。食事だけなら断る理由もありません。ではお願いします。ケイシン、やったー。実はもう新月券を予約してあるんです。先に行って準備しているのでそこでお会いしましょう。ええ、わかりました。来てくれてありがとうございます。先輩、二人もよく来てくれた。気にするな。準備ご苦労様です。そんなに気を使わなくてもいいのに。あ、実は先輩、さっきのこと以外にもまだ相談したいことがあるんです。そうですか。助けが必要ならためらわず直接言ってください。いや、助けが必要なわけでは。少しお話を聞いてくれますか？喜んで。私は小さい頃からカーウ先輩のお話をたくさん父上から聞かされてきました。父上のこともとても尊敬していますが、いつもカーウ先輩の優しさと頼りがいのある姿に惹かれていました。あなたの背中を追いかけて私は月海邸にやってきたのです。そのように思ってくれていたのですね。でもやはり月海邸の秘書の仕事はとても大変です。私は先輩のように優秀ではありません。だからよく悩んでしまうのです。そんなことありません。ケイシンはとてもよくやっていますよ。ありがとうございます。先輩、数年前私にも娘が生まれて。え、天王寺はもうおじいちゃんってことか。私の影響で娘も当時の私と同じように月海邸の秘書になるのが夢です。でも正直心配でした。この仕事は一筋縄ではいかない上、あの子に素質があるかどうかもまだ分かりません。でも今回のことを通して私はあの子を応援すると決めました。それはなぜ？あの子が将来カーウという先輩に出会えるからです。カーウ先輩は優しくあの子を導き、
当時のあなたの母も同じようだったと伝えてくれるはずです。その情景は素晴らしいものだと思いました。だから20年後のことも先輩に頼みましたよ。ケイシン、私の存在があなたにとってそんなに意味あるものだったなんて先輩が父上のやり方を見せてくれたのと同じように、先輩が立ち会い人になってくれると安心するんです。立ち会い人、確かに私は何千年もリーユへの発展や変化に立ち会ってきました。でもそれはずっと私に孤独しか与えていないと思っていました。ケイシン、あなたのさっきの話は私にとってとても意味あるものです。岩王帝君との契約以外にも、このリーユエコーの人々とのつながりがあったのだと感じさせてくれました。私を頼り、認め、求めていた人がいたのですね。当たり前です。あなたは私の唯一の先輩ですよそうですね、しっかり皆様に答えなければ。そうだぞ、やっと元通りになったな。仮に本当に追い出されてたとしても、少し抵抗してみます。あなたの思いに応えるためにも、これからも契約を履行し、七星の秘書として居続けます。とにかく戻らなければ。私がいなければ事務処理も滞っているでしょう。さて仕事です。時間を無駄にはできません。頑張ってください先輩。もう行くのか？まだ食べ終わってないぞ。百式、大丈夫ですか？まさか立ったまま寝ていたんじゃ。見て、見てください、あれ。こんなところでサボっているなんて、私の代わりにはならないようですね。そんな、私たちもうずっと働いていて休まないと。こうしてカウン様と会う前に倒れてしまっていました。カウン様、会いたかった。あら、私たちはただの顔見知りですよ。そんなに求められていたなんて。ここ最近朝も夜もカウン様が帰ってきて仕事を引き継いでくれるのを願っていました。今のあなたはまるで仙人様が救いの手を差し伸べているかのように見えます。以前のライバル心はもう忘れました。ただ早く仕事から解放されたい。はいはい、わかりました。では今手元にある仕事を政務、商務、民事に分けてください。未着手か進行中かも明記してくださいね。残りは私に任せれば大丈夫です。はい、すぐやります。やっと助かった。そうでした。もう一つ、旅人さん、感謝します。あなたが一緒にいてくれなければ、
私は己の心にとらわれていたままでした。仕事関係以外で人の友人ができるのは想像以上に嬉しいものですね。仕事を終えたらお礼として私も一緒にあなたの旅に参加させてくれませんか？でも仕事って終わらすことできるのか？未来のことはまた後で悩むことにしましょう。